線が一番遅かった人じゃないか。ちょっとね、あの遅刻気味なんですよね。やっぱ予選が遅かったから。あ、ジュイさん、オッケー、ジュイさん。わかりました、石川君。あれ？どこいたんですか？相談があるね。ちょっと早く話し合いきましょう。行きましょう。半蔵読書今日やらなくていいよ。やりましょうよ。やりましょうよ。もう来てしまった。臭いやつが約1名。2年連続です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね。夢をありがとうございます。すごい、私たちこそありがとうございますですよ。もう熱人で。サードさんよりが予選おめでとうでした。ありがとうございます。ね、見てあの向こうの2人の女の子が気遣いながら拍手してはるわ。バンドの成績どうでもええってみて。そこのエンジニアはもっとうちの社員だから。身内じゃないですか。あ、そうです。どんどん身内みたいなもんですよ。山下がいて、大井がいて。まあまあそうですよね。そうですよね。はい、いいですね。お客さんがたくさんいてる中に監督と一緒に帰ってまいりましたですね。本当にお帰りなさい。もう本当にお待たせいたしました。でこのなんかほんわかしたまま終わりましょうか。じゃあいやいやいや、まずはほら前回のはいはいはいウィナー、あ、そうですね、前回の、あ、そうですね、フォールトゥイおめでとうございました。高木監督、はい、開幕戦ありがとうございます。どうでした、そのチームの感じもすごい良かったんですか。まあとはいえその予選のまんまスルッと勝ったレースではなかったじゃないですか。やっぱりバトルもありましたし、山下健太がね、はい、レースバッターとか落ち込んでて、え、なんで、いまいちここにもせいでなんか見つかっちゃったんで最後、はい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 、あ、なんか引きずってます。あらあら、え、今も、今も引きずってます。あ、今も引きずってるんですか。結構長い引きずりですよね。その辺じゃあ高木監督は何か声かけられたんですか。ドンマイとか。いや、追い込んでますよ。おいおー、スパルタ。マキサ君はこういう時どうするんですか。優勝したらよう喋るな。よう喋りますね、ほんまに。で、の相変わらずでも36号車の監督は一言も喋らないですね。あ、もう少し前の方に行ったらあのよく喋るようになるんで。ああ、そうですか。喋れるように頑張ります。ああ、ぜひぜひぜひ。でもあの昨日9は良かったですね。はい、開幕戦の岡山も、この富士も、9はポールでした。嬉しそう、はい、いやでもやっぱ嬉しい顔するんですね、そういう感じになるとね。ありがとう、なんかちょっと僕の喋れるような、なんかこう内容を送っていただきまして。優しいね、ジュイさん、はい、優しさですよ、はい、本当にね、ジュイさん。いや、なんか、重たそうですよ。重たそうですか、重たそうですか。で、ジュイさんの話はどうしましょう。僕はですね、はい、いや、ミッドフィールドポジションで喜んでますけど、はい、予選いました、いました、いましたよ、いました、いましたよ、いました。サードが Q2 にいたら、今頃も2番手で僕がこうやってるところですよ。タラレバを言ったらレースはないんですよ、皆さん知ってます。で、昨日知ってます、うち何やったか。なんで教えてください、ね、中山雄一バーンアタックしてセクター1全体ベストですよ。おで、セクター2もまあね、ケージはちょっと遅れましたですけど、セクター2の途中で前の車に追いつきまして、おお、いや、それなかったらもう中山雄一多分僕はトップやったと思ってるんですよ。だから早すぎてね、前の車に追いついたんですよ。え、何号車だったんですか。え、何号車に追いついたんですか。それは何号車の方のその追いつかれた方の立場もあるから、そこはちょっと伏せさせてもらう。あ、皆さんクイズです。言っていい、うん、19号車や。あなたですよ、あんたのところ気づいてない。あなた前の1回しか見てないからわからないけど、19号車に追いつきすぎて、もう中山に言ってたのに、19号車が遅すぎる言うて。それ聞いたことある、スバルの皆さん。それちょっと聞いたことあるね、高木監督。あ、そうですか。あ、前に追いつきそう。今話聞いてなかったでしょ。いや、だからね、はいはい、まあ、予選は残念でしたけど、スピードはありますのでね、はい、ちょっと知ってますか。何ですか。その枠の中にニスモの応援団とか入ったらあかんですよ。いいですよ、いいよ、いいですよ。チュールとか、あ、本当だ。願わくば全とも禁止でお願いしたい。なんでめっちゃ赤多いね。赤多い、あれわざとでしょ、赤着てくんの、ま、ちょっといじられたいからですよ、絶対。お嬢ちゃん、ARTA OK やから。おちゃん、おちゃんから ARTA スタートしたら、しないの。
まあその昔話だと。いや本当そうですね、本当そうですね。ちょっと次からゲート作っていただいて、はい、ああいう方々が通るときはピーって言う。しませんようこそお越しくださいました。でもあれですね、監督ジョッキ賞減ってたらやっぱりバンドの服の方々少なくなってません？そんなことないですよ、ウエッツのブースそこにありますから。ある割に。そうですそうです。バンド、いやでも今回ほら、はいはい、ね、去年はリトモでポール取って、はい、今年はセナで。そうですよ、素晴らしかったですね。はい、もうリトモのタイムにびっくりして、うん、ガッツポーズもできなかったです、はい、今回はセナ行くなと思って、はい、期待した通り行ってくれたんで、はいはいはい、でもね、なんでボール取れたのかなっていろいろ考えたんですけど、はいはい、そしたら先週鈴鹿でテストがあったんですよ、はい、その新幹線の乗ってる最中に実は僕神様に会いました、はい、あのね、はい、新幹線に乗ってグリーン車だったんですけど、僕の席確か11の B とかだったんですよ、うん、ね、ほんでそこに行ったら人が座ってるんですよ、うん、で、あ、すいませんこれ僕の席ですって言って、そしたらその人どうしたと思います？どうしたんですか？いや、想像もつかないですね。想像もつかないですね。いや、そしたらですよ、普通、あ、すいません、間違えました、号車間違えましたとか見るじゃないですか、うん、そしたら、そのグリーン車2つのやつの窓側に座ったんですよ、その人、うんうん、だから、僕、その人多分 A なんですけど、うん、A って確認できずに、はいはい、すっごい大きい人で、で、僕、B っていうところに座って、うん、グリーン車なのに、なんか満席みたいになって、うん、この人誰なんだろうと思ってて、あと5分ぐらいかかります。はい、すいません。続けてください。はい、っていう話です。何やねん。覚えてその人が神様やったの？多分神今のクオリティはあの近所のオバハの話より悪いから。いやもう座ってるからね、座ってるからね。完璧出たわ。違うんですよ、なんかお前監督特賞で初めて椅子を利用した監督になるぞお前それ。ほんまや、座った。座った、初めて座った。いや、その現役の時から自由ですから。そうですね、そうですね、はい、トラちゃん。いやでもやっぱ、はい、何かがあって、はい、でも今回ほらうちもね、はいはい、チーフメーカー変えたりエンジニア変えたりとか、ね、そうですね、はい、だいぶ改革した中でこう2戦目でゴールっていうのはね、はい、非常に満足してます。いやいや、今ので神の助けそうです。まあ、でもあのメカニックとかな、はい、いろんな体制面とかね、あの改善のところやってきてチームをね改革してのゴールやっぱ嬉しいでしょ。だってすぐドライバーいなくなっちゃうんですよ、知ってます？なんでですかね。いやでも最近はそれがもうステータスとして嬉しく思ってます。おこのドライバーをもっと輩出しようって、はいはいはい、いやでもね、うん、昨日19号車のお二人が実はトークショーに出てくれたんですね、はい、坂口選手のおかげで、はい、国本選手のトークが上手くなってる。これね、坂口選手が国本選手をめちゃめちゃバカにしてるんですよ。ちょっと本人薄々気づいてる。気づいてるでしょ、はい、気づいてる。だいたいうちのテントとかいるときも、はい、いやスーパーホメラでさすが6位ですもんね、国本さん。国本さんの前で、あ、俺国本？ちょっと待って、はいどうぞ。ちょっといや、ですね、スーパーホメラ知ってますとか、トヨタの歴代ドライバーって今誰も出てないんですよとか、国本チャンピオンのこと忘れてるんですよ。で、めちゃめちゃセラが煽るんですよ。ちょっとすごいですね。で、国本もあんまり気づいてないみたいで、あ、こんな可愛い顔して、はい、でも本人なんか一応気づいてました。気づいてました。すごいいじられるんですよって言ってました。喜んでました。ちょっと喜んでる。あ、喜んでる。ちょっと喜んでる。国本初めての会場ですか。関口以来の友達ができたみたいな感じ。今までやっぱいなかったんですよ、友達が。なるほどね。だってほら、違うでしょ。今年ちょっと違うんですよ。そうそう、すごい楽しそう。めちゃくちゃ楽しそう。すごいいい感じでした。だってオフィシャルパンフレットに載ってる坂口の写真なんて、はい、スーパーのおばちゃんみたいな顔してます。そんなことないです、そんなことないです。いや、本当、皆さん見てください。そんなことないです、イケメンです。はい、残り10分ね、カンペが出てしまいましたね。はい、というわけでですね、キッズインタビュー行きたいと思います。あのそろそろね、坂口監督が寝そうなので、はい、キッズインタビュー行きたいと思います。皆さん、びっくりしたから、監督好き放題やりすぎやと思ってた。すいません、すいません。もうこんなもんじゃないですよ、すいません。スバルファンの人もたくさんいますね。あ、どうも、スバルファンの皆さん。スバルファンもね、はい、ほら、61って反対にすると19なんですよ、知ってます？ごめんなさいね、全てを自分の中心に持っていきたくなるんですよ。はい、すいません、ごめんね、お待たせしました、はい、じゃあお名前からどうぞ。坂東正隆です。ちょっと聞いてね、やめなさい。大人って怖いなと思いました。ごめんね、本当に。お名前どうぞ。佐藤圭太です。圭太君、はい、ありがとうございます。圭太君、じゃあ質問お願いします。脇坂さんの年収はいくらですか？それいくらですか？500円。500円なんやね、頑張ってるね。はい、
どうぞ。なんでエネオスのデザインを変えたんですか？あ、じゃあこれは高木監督に行きましょう。なんでエネオスのデザイン変えたんですか？わからないです。わからないのかい。ちゃんと子供のことを答えてくださいよ。ちゃんとして。一番気になってんですから今日。大人の質問適当でええわ、100譲って。子供の質問はちゃんとしようよ。本当に分かんないよ。毎年変わりますよ、ね、そこまで言うてさらに分からない。毎年変わるのね。毎年一応デザインは変えてますよ。そうですよね。前途も毎年変わる。いや前途違います。まあエネオスの話なんです。なんかでも変わりましたね、ルーキーが。タータンチェック。そうそうそう、あれなんでチェックになったんですか？分かんない。ケイタ君ごめんね、監督わかんないって。いい？許せる？許してくれる？かっこいい？今年のエネオスかっこいい。あ、かっこいい、ありがとうございます。あの、応援をしてくれてるということなので。これ帽子古い方なんだ、これ新しい方。おー、すごい。やった、素晴らしい。モントファンになっちゃったじゃない。ありがとうって。ありがとう。じゃあ俺らは500円あげようか。ちょっとその古い方の帽子お茶にちょうだい。なんでやげんで、やげんで。子供からもらうのやめなさい。もうほんまにもうすいません、本当にね。もう奥のお金稼いでるのに。言ってみろ、今の一瞬でも高木虎之介、あいつなんやって思ってたファンの方々が今みんな、お、虎ちゃんすげえって。あの中島プランニング、ピアノの頃以来の尊敬の眼差しで見られてる。ただ髪の毛がペタッとし始めました。今のうちシャッターチャンスですね。あの頃の高木虎之介と平手浩平だけは帽子取った後のペチャッと映されると怒るからね。そうですね、そうですね。昨日平手選手も一生懸命直してましたね。よかったね。よかったね。しかも本人が被ってたやつ、メルカリで売ったら5000円くらいになる。売れないよね。後でそこでスタッフさんがファグリーズくれるからチュチュッて。なんてこと言うんですか。はい、続いての方お願いします。はい、坂口です。ケイ君。はい、じゃあケイ君は質問は何ですか。好きな車は何のコーナーですか。はい、好きな車は何の車ですか。まあ36コーナーだろ。好きなコーナーだね。コーナーコーナー、あ、ごめんごめん。好きなコーナーは私の耳が分からない。サーキットの中でね、どのコーナーが。じゃあ36号車の帽子かぶってるから伊藤監督お願いします。好きなコーナー、うん、どこやろ。ないんかい。じゃあ伊藤監督が好きなコーナーってことでしょ。そうですそうです。僕の好きなコーナーでいいの。いいのか。コージーコーナーとかダメですよ。笑ってしまった。富田選手。富田選手。笑ってしまいました、すいません。やっぱね、ここ 100R が速いでしょ、スピード。見た 100R。 あそこスピード速いから好きなの、おじちゃん。ボーっとしてる。2点って言ったけど。2点だって。え、じゃあ順位伝えたらどういう答えします。多分監督トークショーのこのコーナーが好き。はい、お、素晴らしい。伊藤監督見た。あの辺の集団が拍手してないんだよ今。いやしてくれてます、してくれてます。拍手の強要はしないでください。ありがとうございます。はい、残り5分。はい、すみません、はい、そしたらあの ART の彼女、あ、ありがとうございました。ケイ君、ありがとうね。ケイ君、はい。鈴木美和です。美和ちゃん、美和ちゃん、美和ちゃん、はい、ありがとうございます。質問どうぞ。好きな色は何ですか。あ、好きな色は何ですか。まあ ART の帽子かぶってるから11さんいきましょうか。オレンジ。あー、オレンジ。嘘つくなよ。オレンジなんか一個も着てないだろ。朝どうもに嘘つくんじゃないよ。朝もオレンジ。嘘つくな。オレンジ、あっちだろ、エネオスだろ、オレンジは。うちもオレンジやね。ほんまや。ごめん、ちょっと最近見えてなかったから。ちょっとやめなさい。あ、おちゃんオレンジです。あ、おじさんは、え、何色好きですか。青。あ、音だけない。え、ダメなの。ダメなの。伊藤監督は何色。オレンジ。オレンジ。オレンジ。高木監督は、わー、ブラック。さすがね、自分の心の中を覗いたんだと思いますよ。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、それでは続いてのキッズお願いします。お名前言えますか。下谷ひろとくんです。ひろとくん、ありがとうございます。質問は何ですか。
どうやったらレイさんになれますか。やめなさい。そんなね声かけて。次の監督特賞も後ろで天の声に刺すぞ。車なんですか。普段車乗ってる車なんですか。あ、普段何の車乗ってますか。じゃあこれは坂東監督にお願いしましょうか。はい。GR スープラ。お、知ってる。スープラ知ってる。知ってるね。持ってます。もう持ってます。あら、はい。ありがとう。ありがとうございます。持ってるんだ。スープラ好き？今日ポールポジションだったんで中級号車を応援いたします。そうですか、応援してください。言ってましたね、言ってました、言ってました。応援してるよね。んあんまりみたいです。あんまりみたいですね。でもウエッツのね、はい、旗持って応援してもらって、ね、持たされた感ありますけど、そんなことない。そ、ね、そんなことないね。お父さんやお母さんの方がちょっと強かったんですけどね、多分ね、派閥がね。はい、ありがとうございました。どうも。はい、続いてのキッズお願いします。篠原ハルトです。ハルトくん、ありがとうございます。質問どうぞ。どういう車が好きなんですか。どういう車が好きなんですか。どうしましょう、伊藤監督。どういう車得意ですか、こういう質問。そうです。いやいや、かっこいい車が好きだよね、やっぱり。してるな。あ、あとはポールポジション取った車が好きです。ごめんね、全部自分のところ持っていかん。本当に、ね、大体分かったね。今日は持っていかしてあげて。あの1年に1回しかないから。そんなことないです。去年2回ポール取ってるっちゅう。そんなことないよ。あのレースはな、結果やねんね。予選15位が何言ってんの。予選はレースの順番を決める。14位です。あ、14位だ。すごい。だって違う、トラちゃんが15位だからいじってって。14位です。朝一番最初に11位、15位だからいじってあげてって俺に見る。めちゃくちゃ嬉しそうに言うとるやつ。今日は15位だから11位攻撃してって言われた。初めて喋った。あのね、あなたはあなた塾やけど、高木虎之助は11塾で動いてるから。そうでしょ。でも15位、15位って言う。喜んでくれてね、あれ頑張れって、虎ちゃんなりの俺のね、エールなんですよ。そうなんですか、はい、それで合ってますか、高木監督。どうでもいいですよ。バッサリ。照れ隠し。照れ隠しかな、やっぱりね。可愛いな、虎ちゃん。ちなみにどういう車が好きですか。じゃあ高木監督、どういう車が好きですか。あの、車高がベタベタで。お、うん、あの22インチぐらい入った。おお、まあ、かっこいいです。おお、意外と攻めた感じの。乗用車の話。レーシングカーの話ですか。今のは今のはレーシングカーの話ですかね。レーシングカー、乗用車であれば。あ、乗用車がそれでしょ。乗用車のレースの話、レーシングカー、普通に乗る車の話。バッドさんの、ね、速いあの車はいいですね。おー、嬉しそうな顔して。後で500円あげます。さっきからね、500円が事故になってるみたいですけどね。はい、じゃあ、チェスさんにも聞こうかね。どんな車が好きですか。僕は速い車好きですよ。レーシングドライバーはね、やっぱり自分が速く走れる車が好きなんですね。やっぱりファンの方々って色とかね、そういうカラーリングを気にするけど、レーシングドライバーは色カラーリングよりも何よりも自分の思い通りに動く速い車がね、好きなんですよね。貸してあげようか。うん、だからちょっと今あの予選だけはバンドの車ね、珍しい。2年連続だから。かっこよく見えます。貸してあげようか。あ、決勝は大丈夫です。そう、負けんなよ。今日はね、ガツンといきますよね。いやでもね、俺可能性あると思ってる。おー、頑張ってもらいましょう。なんかね、はい、バンドが輝くときはなんかね、腹立つ自分と嬉しい自分と。まあそうですよね。まあやっぱりライバルであり、まあその保有であるという。まあでも本当にだって元19号車のドライバー全頭以外だって全員いますからね。そうですね。逆に複雑な気持ちなんですよ。そうか、うん、どこも応援したいみたいな気持ちになっちゃうんですよ。いやいや、なんか気になる、タイムが気になる。ああ気になる。誰が9番なのかなとか。まあ、ちなみにどこがライバルになると思ってらっしゃいます。監督だけで言ったら絶対サードには負けたくない。監督だけで言ったらね。だけど、やっぱ、うん、第二スティントかな。第二スティントで19を動いて。第二スティント宣言。で、スタートはね、セナ君ですよ、今日。あ、セナ君スタートで。だから、セナ対アレジーっていう、あの、往年の。あ、スタートできる？できる？え、まだ決めてない。だからそこはアレジにしないと、セナ対アレジにならない。ね、聞きたい、聞きたい。セナ対アレジ対トラガーみたいな感じ。あ、トラガー、トラも。トラのところはマンセルにしよう。誰よ、どっちよ、どっち
ちを大島スタートどっちですか大島選手どっちだろうマイクを持て今ちょっと目で喋りましたけどねなんかまだ決まってないから言わないでそうそうそうじゃあ大島ですあじゃあ大島選手を、はいまずワイラージェットスタートしたので早かった早かったね前半すげー早かった和也ね大島マンセル和也でいきましょう、はい、今日はね、はい、明日お願いします明日お願いしますはいというわけでですね実は時間が大幅に過ぎておりますはいそうなんですか、はい、というわけでですね終わりはいというわけで車、はい、その感じでよかったかなはいありがとうございますごめんなさいね本当にグダグダになってしまって、はい、というわけでですね、まあ、以上をもちまして監督特集を終了とさせていただきたいんですが本当にゴールデンウィークでたくさんのお客様来てくださいました、皆さんぜひですね一言ずつ頂戴して特集を締めたいと思いますそれでは、高木監督からいきましょうか今日ですかはい今日です今日以外にあるんですか何か今日はね長い450キロなので、はい普段と違ってドライバーが3回あるんで、多分じゃあ大島って健太で残り60周ぐらい走らせる予定なんで、はい、なんとか、上位に食い込みたいと思います頑張ります、はい、ちょっとね重くなってきましたけどぜひ頑張ってください斉藤監督はい2回ピットありますんでねいろいろチームによってこう戦略が分かれたりとか見てる方としてもかなり楽しいレースになるんじゃないかなと思いますんで、その中8番グリッドからね、着実にこう追い上げて、最終的には1番になるように頑張りますんで、最後まで応援よろしくお願いしますはいありがとうございます坂東監督今日はですねポールポジションスタートはい坂口選手スタートで行ってなんとかですね、今横浜ワンツーですからそうですよ、ね、今日はですね横浜タイヤとともにですね、このままの順位でゴールしたいと思います、皆さんぜひ19号車応援よろしくお願いします頑張ってください橋田監督お願いしますはいサードですね今もう本当にいろいろですね改革しながら我々ね一つずつ強くなっている最中でございます昨日の予選もね、まあ、不運言ったら不運なんですけれども分かりやすく不運って言ってるんですけど、まあ、不運じゃなくそれも実力だとそれをですね糧に一つ一つ強くなってですね、今日のレースも最後からの追い上げになるんですけどその一つ一つがですね自分たちの次のレースにつながるように精一杯やっていきたいなとでスーパー GT ねスプリントレースじゃなくねメカニックとかピット作業も2回あるんですねこの2回の作業をですねどういうふうにやるかといういわゆるスーパー GT のやるところの総合力我々でいうところの全員野球でですね雄一とですね雄飛をトップまでね押し上げたいと思うしそれができたとしてもできなかったとしてもそのプロセスをですね皆さんに楽しんでいただけるようなそんなレースにしたいと思いますのでぜひ応援よろしくお願いしたいなと思いますはいありがとうございました、まあ、今日の、ね、決勝ぜひ頑張っていただきたいと思います改めましてね脇坂純一監督坂東正孝監督伊藤大輔監督そして高木虎之介監督でしたありがとうございましたはいというわけでほとんど使ってなかったですけどねはいというわけでですね久しぶりの監督特集をお届けしてまいりましたいかがだったでしょうかいや本当にですねこうやってこうまったりとお話ししながらですねキッズの皆さんもナイス質問でしたありがとうございましたよかったねなんかいろんなサプライズありましたけれども皆さんぜひですね監督のチームだけではなく TGR 全体を応援していただけたらというふうに思いますこの後はドライバー特集を行ってまいりますがエリア内の観覧エリアはですねすでにお客様決定しておりますのでこちらご了承いただきたいと思いますそしてご観覧いただきました皆様本当に長い間お待ちいただきましてありがとうございました引き続きトヨタガズーレーシングに熱い応援をお願いしたいと思います以上をもちまして監督トークショー終了とさせていただきますご観覧いただきましてありがとうございましたでは選手の観点が